12月2日水曜日朝5時20分です。それではいつもと同じで朝のモーニングコーヒーでスタートします。今日はチャムスカップ。うん、うまい。先日から納車したばかりの JB64 スズキのジムニー、新型ジムニーですが、カスタムを少しずつ始めました。で、注文してたパーツがなかなかこう一度に揃わないので、まあ、欠品してたりだとか、受注生産というようなパーツも結構あったりして、届いたものからまあ順番に装着していっています。で、昨日の動画では、スズキの S マーク、フロントのグリルの、スズキの S マークを交換したりだとか、あと、キーの差し込み口のキャップを取り付けたりしたんですが、実は昨日の分の動画を撮影した後で、夕方、岡モーターさんから連絡がありました。で、岡モーターさんは今回いろいろカスタムする上で、いろんなパーツ取り付けしてもらうので、一部ちょっとお手伝いしてもらおうと思ってるんですけど、事前にお願いしていた、交換用のタイヤ、今回用意したのが、東洋タイヤのオープンカントリー、RT とホワイトレターモデルなんですけど、このタイヤが今めちゃくちゃこう大人気だらしくて、もうジムニーの、定番ドレスアップで使用されているということで、めちゃくちゃジムニー用のサイズっていうのがもう大人気で、在庫が今全然ない状態らしくて、なかなか入手できなかったんですけど、ようやく、タイヤが入ってきたということで、昨日夕方からタイヤの交換に行ってきました。本当、岡モーターさんにはいつも無理ばっかりお願いしてるんですけど、今回も藤沢さんが心よく受け入れてくださったんで、非常に助かりました。もう大抵のパーツはもう自分で取り付けやるんですけど、さすがにもうタイヤは、もうチェンジャーがなかったら絶対交換できないんで、もう本当ね、どうしようかと思ってたんですけど、心よく引き受けてくれたんで、もうお言葉に甘えて、岡モーターさんにお世話になってきました。本当にありがとうございました。で、その様子を実はもう昨日撮影してきたんですが、この後に編集でつなごうかと思ってますので、ぜひご覧ください。じゃーん、岡モーターさんにやってきました。相変わらず展示車両が多い。今日はキャンピングカーの用事ではなくて、先日納車になったジムニーの、タイヤ、頼んでいたタイヤが入荷したということなので、タイヤ交換にやってきました。さて、藤沢さんはどこにいるでしょうか。作業完了しました。おお、めっちゃかっこいい。東洋タイヤのオープンカントリー RT で、サイズが185/85/16だったかな。スペアタイヤも交換予定ですが、ちょっと今回間に合わなかったので、スペアタイヤの1本分だけまた後日交換に来ます。どうもありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、藤沢さんです。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それでは帰ります。
いかがだったでしょうか。で、今回使用したタイヤは、東洋タイヤのオープンカントリー RT というこのタイヤになります。で、通常のモデルと、あとホワイトレターモデルっていうのがサイズによって存在して、で、今回使用したのがこのホワイトレターモデル。で、これジムニー用の専用サイズにはこのホワイトレターモデルがあって、今回このホワイトレターモデルを装着しました。で、サイズですが、まあ各種サイズあるんですけど、これサイズによってホワイトレターがあったりなかったりっていうのが、ありますね。ただ、ジムニー用のこの185、85、16、このサイズにはホワイトレターモデルあるので、今回使用したんですけど、もうとにかく今大人気だそうで、特にホワイトレターモデルっていうのはもう在庫がなくて、ある程度注文が入ったら、受注生産、生産するというような、そういった今、生産スタイルになっているようです。なので、まあ在庫を見つけるの結構大変かもしれないですけど、気になる方、もう早めにちょっとチェックしてみてください。もう本当にね、いつも岡モーターさんにはお世話になっていて、まあ、愛用しているキャンピングカーのジル520の整備だけではなくて、個人で所有している他の車だったりだとか、あと家族の車、あと仕事の車なんかもそうですね。もうとにかく車に関することで何か困ったことあったら、もういつも藤沢さんにお願いして見てもらってるんですけど、藤沢さんだけじゃなくて、もう社長をはじめスタッフの方々、非常にいつも気持ちよく対応してくれるので、本当におすすめできる、カーディーラーだと思います。今回もいろいろお世話になってありがとうございました。あともう何点か、ジムニーに関することでもちょっとお願いしなきゃダメなので、まあ、よいしょしてるわけじゃないんですけど、本当にいいショップなので、キャンピングカーだとか、あと車に関することで、いろいろ相談だとか気になる方、ぜひ岡モーターさんよろしくお願いします。DJI からこれも送られてきてるんですけど、もうこれの開封も全然できてない状態で、まあ、本当に今やっちゃえばいいんですけど、まあ、このあたりはまた少しまとめてちゃんとやりたいと思ってますので、もう少々お待ちください。というわけで本日の動画以上となります。また明日以降も、ジムニーネタとこの DJI ネタ、それから MacBook Pro の13インチが今日一応届く予定になっているので、もうそのあたりも順番にアップしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。